どうも、オイタイムです。今はマイカー CRV にて、隣にはオイスタッフことちゃんが運転していて、僕は CRV を優雅に堪能しておりますいいご身分で。いよいよオイスタッフ、それぐらいやってもらわなそれぐらいやってもらわなくちゃね。スタッフですか。そうですねというパワハラを聞かせるオイスタッフブラック企業だからね。YouTube、 オイト式 YouTube はブラック企業なんで、スタッフに運転させ、僕は優雅に隣でくつろいでおりますっていうか最近さ、あのイベントやろうかなと思ってて。ほう、どういうイベント？まあ、車をそこで見て、わ、車ってちょっとかっこいいなみたいなって思ってくれるような場にしたくて、まあもちろん大湯都市を知らない人とかもなんかそれを見て、わ、ちょっと行きたいみたいな、なんか面白そうなイベントやってるみたいなノリで来てもらいたいなと思ってて。だから車好きももちろん楽しめると思うんだけど、その場がなんか楽しいなっていう感じ。なんかドリンクとかさ用意して、かつそうそうドリンクとか、あと音楽とか、誰か呼んで、ゴトちゃん来てくれました、イエーイ、シャンパンポンみたいなポンみたいなぐらい、こうゆるい感じ。その場に、お友達と来た場に車があるみたいなイベントをちょっとやりたいなと思って今企画しておるところでございますよ。やっぱり普段さ、普通の人ってこうかっこいい車とか、ただ通り過ぎるだけだとさ、まあなんかすごそうな車あるなぐらいにしか多分思わないから、車好きをとにかく増やしたいなと。まずね、そうだね。だから二郎くん持ってくよ。おお、まあ、あとはなんかそこの場所に車を置きたいっていう人たちに車を置いてもらえるように して車と共になんかワイワイできるなっていうものにしたい。じゃあどんな車が来てほしいとかあるの？車あったら何でもいい感じ。まあちゃんとこだわってる車であればということで、今ですね、まあゴトちゃんが運転してくれて、大黒のパーキングに一旦寄ろうかなと思って大黒へ来ておりますけど、最近さ、こう俺が大黒来るようになってからさ、結構ドライバーみんな来るようになってない？気のせい結構なんかみんな、まあちょくちょくね来てた人たちはいたけど、あのオリドさんとかも、なんかけど俺が表向きにさ大黒行くようになってから急に土屋さんまで来るようになってきちゃって。土屋さんが来たらここすごいことになるだろうねあと、ワイスピのハン。ハンも来たから。え、マジでさ、ハンが来た時、うわ、行きたかった、トシキ言えば行けたなーとか思って。行けた。マジで行きたかったね、あの時。いや、けど俺は行けなかったよ。あ、行けなかったの？うん。ちょうど鈴鹿とかにいたもん。とりあえず今、大黒に来て、TikTok とか撮ろうかな、みたいな感じです。大黒、パーキング、来ました。今日の服はストーンアイランド。よくわからん文字。アラビア文字ね。アラビア語ね。これは古着屋の、で作ってる短パン。うん、で、スニーカーはダンク。ダンク。いいね。ダンクかわいいよ。もう最近ダンクハマり中だから。ダンクいいよね。ダンクはいい。ダンク超かっこいい。
以上。はい。とりあえず大黒を出て、ただいま東京でご飯食べましょうっていう流れです。ザギンでシースします、それか死ぬ場じゃなくてザギンまで行くんですか。うん、まず車とか近いですよ。遠くない？車だったらそれで20分ぐらい。お金はその前にお金があるんですかってところです。お金はありません。ありません。株式会社お湯都市機はね、いつも赤字だから。株式だったのね。まあ一応株式にしとこうかなみたいな。ウーバー知る？最近。まあ、最近そもそもあんまりこう家にいられる時間が少ない。しかも結構さ、ウーバーイーツもさ、いいご飯というかさ、体に気使われたご飯結構あるのよ。ねえ、危なくない？下手くそすぎん？車に見とれてた。これね、ごとちゃんね、結構ね、判断力が非常に。どこにしようかな？ここでいい？よろしくないんすよね。何が怖いって、この車の駐車だよ。俺の駐車のさ、うん、本垢の方で出したさ、俺の注射のやつ見た？ YouTube ちゃんと。YouTube 見てないの？これですよ。こういうスタッフ、見ないと言えます。結構撮影してるのこっちじゃん。うん、だから、あ、大体こうなるんだろうなーって。切り返すの遅いよ。失礼しました。切り返します。ほら、ちょうどいいじゃん。まっすぐボーンだよ。先生、何食べる？ザギンでシースーではなく、結局焼肉になりました。その通り。結構焼肉多いよね。多いね。なんだかんだ。俺牛タンあればとりあえず、とりあえず大丈夫。牛レバーも美味しそうだな。あ、レバーいい。ハラミ。あ、ハラミ。ハラミだ。ハラ。タン、ハラミ、レバー、もう確定。確定。ホルモン、ホルモンは、まあ、あったらちょっと食べるぐらい。焼肉、焼肉。焼き、なんだっけ、焼き、ジン、ジン、ジンギスカン。乾杯。乾杯、お疲れ。今日 YouTube に来てくれたのはボトちゃんだけでした。今日来てくれたのはボトちゃんだけでした。みんな就職したよね。もうけど言うてもうそういう年なんだよね。そう。俺まだ高校生ぐらいの気持ちな高校生なんだけどさ、ずっと止まってんの。高校で。それダメだよ。高校でずっと止まってんだよね。ダメだ。ちゃんと青春したかった。あ、まあね、途中でね、高校いなくなっちゃったからね。そう。いなくなっちゃったじゃん。知らぬ間に消えたかな。マジで。ゴトちゃんとはだから、もう、かれこれ、何年？ 10年以上。10年以上か。まあ、一番深かったのは高校の時だからね。けど勝手にゴトちゃんにも言わず勝手に帰り、あの鈴鹿に僕は行き、で俺年変わって、あれ年季はって言ったら辞めたよっていう話になって、まあまあ、僕中退したわけじゃないですよ。あのちゃんと通信の高校にして、そう、転校して、高卒はあるんだけど、そっからさ、人同世代との高校生とかと会うこともなく、一人寂しく鈴鹿で過ごしてたんで、青春がないわけです。ここの焼肉火力強めで俺好みだ。焼肉って何がいいってさ、お店側もさ、こう肉がさを、まあ、出すだけじゃん、簡単に言ったら、まあ、だけじゃないんだけど、
あ、結構早めに来るじゃん、パンポンポン。それがいいよ。ご飯食べてって来たのに、ちょっとずつさ、なんか食べるの俺あんまやっぱ好きじゃない。やっぱレーサーたるものを速さにこだわる。食べたいって思った時にぐわーって食べるのが好き。だから学食ってうまいよ。高校生の時さ、なんであんなにうまいって思ってたんだろう。なんかやたらうまく感じてたもん。トスキいつもアラカルトとかなんだよね。そう、アラカルトがうまいんですよ。僕の高校。来ました。僕が最近ドハマり中、冷麺、ね、いつも冷麺だよね。冷麺ってさ、店によって全然違うからさ、ね、違うよね。でもめっちゃオーソドックスなのがいいね。あ、盛岡冷麺、本当の盛岡冷麺。うん、うん、クレーサーに焼いてもらう焼肉はうめえな。関係ないし。ありがとう。思ってないし。贅沢だ。思ってない。思ってただの財布と思って。そうやってね、お金ないんだから。ジロー君にかけすぎ。いや、ほんと。って言いつつ、あの、俺、最近ちょっとだけお金貯まったの。お、貯まった。貯めてたの？いや、貯めてたつもりはなかったけど。お、まあ、どっちかというと入ってきた。お、なるほど、なるほど。で、ちょっと S にもう1台買おうかなって迷ってる。嘘でしょ。ちょっと迷ってる。だけど今買っても、うん、駐車場がなくて。そうだね。で、基本さ、もうその S2000 に関しては置いときたいの。うん。もうさ、あれじゃない、車が家の中に入れるような家を買っちゃう、うん、ディスプレイとしてね、うん、あるよ。ご飯食べると眠くなっちゃうよね。これだけ？いや、わかる。みんな、うん、普通これ、うん、みんなどうやって起きてる？これいつももうご飯食べちゃこの場でじゃなりそうなんだ。それあこちゃんだよ、やってること。ガチでどんどん目開かなくなる。いや、それはみんな頑張ってあげてんだよ。そうなんだ。頑張ってんの？頑張ってる。みんなそういう素振りを見せない。それはもう、みんなちゃんと考えて行動してる。大人なの？大人なの。めっちゃ綺麗ですね。 YouTube 撮った。俺綺麗好きだから。あ、そうだったんですね。普通に僕綺麗好きなんだよ。びっくりしちゃった。びっくりした。何、びっくりするようなこと。多分来た時より綺麗。あ、小学校の先生がね、よく言うやつね。来た時より綺麗に習ったから、ちゃんと先生に。先生の言うことは守る。そっちアイスあるやん。ちょフレンチトースト1個ちょうだい。うまっ。ディズニーっぽい味。わかる。わかる。俺ディズニーに置いた方がいい。あれ、これお会計呼ぶ感じかな。すいません、お会計もらいたいんで、はい、というわけでこっちです。ことちゃんごちです。つけ払いってことね。
まあいい。